はい、どうもことです。新年明けましておめでとうございます。え、今日はね、ラッドウィンプスのもしものギターソロの解説をしていこうと思います。僕いつも基本的に1番のサビまでしかやらないんで、やっぱ一番多いコメントがギターソロやってくださいみたいな。だいたいギターソロって2番の C メロとか間奏にあるんで、まあ、そこまでいかないんですよね。なのでちょっとこれからギターソロ単品の解説もしていこうかなと思って、はい、考えてます。やってみて思ったのが、結構僕のなんていうんですか、僕の練習にもなるんで、そうですね、やってて楽しいというか、身になってる感がすごいんで、これ継続していけたらいいなと思ってますとか言いつつね、いつもねはい、やる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 詐欺がやばいんでね、はい。まあ、2018年ね、まあできれば今年1年で、登録者3万人いけたらちょっと持ったかな、2万人でお願いします。チューニングはレギュラーチューニングで、BPM が216ですね。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあちょっと一回弾いてみます。はい、じゃあパートごとにゆっくり解説をしていきます。あれ、最近ね、カメラのピントがね合わなくなってきてるんですよね。 OK、 じゃあちょっとズーム目でいきます。まあ最初からズームしとけよって感じなんですけど、はい、ね、最初がチョーキングですね、3弦の4フレットです。1音チョーキングなんで、この1音上のこの音になるように、はい、まあ、結構ね、この弦の場所によってチョーキングの幅が違うので、その1音を上げる、まあ、そこ結構まあコツというか、まあ、感覚つかむしかないんですけど、でこっちの場合はね、結構しっかり上げないと、ね、ちょっと弦切れそうなぐらい上げないとダメなんで、ちょっと不安になるんですけど、しかも1弦なんで、はい、でチョーキングの後が、プリングですね。ちょっとピントが全然合わないですね。おーい、カメラ買い替え時あった、ハンマリングしてそのままプリングですね。で、はい、その次なんですけど、まあ、ここは大丈夫だと思います。最後、開放から入ってます。最初ここのね、4弦の4フレットの音なんですけど、ごめんなさい、3弦の4フレットなんですけど、そのまま薬指でいくか、まあ小指でもいいんですけど、まあ、このね、結構押さえるのって指の先っちょだけって思いがちなんですけど、結構このお腹も使ったりすること多いんで、まあ、そこの練習のためにもお腹でいった方がいいかもしれないですね。このスライドから入ります。スライドで3弦11フレットまでいって、これチョーキング多いんで、これやっぱり1音しっかり上げるっていうのが難しいかもしれないです、最初は。
ングからの、ここね、ここ結構決めるかどうかが肝なんで、引っ張っといてギリギリで、みたいな感じですね。はい。なんでその次が、まあ、チョーキング連発ですね、ここ。これ結構決め時のチョーキングなんで、このちょっと技法の名前忘れたんですけど、これ一個だけ弾くんじゃなくて、結構シンプルになっちゃうんで、この弾く弦の上2本も一緒にミュートしながら弾いて、結構ザクッとした音になるんで、まあ、ちょっと分かりにくいですけど、結構味になるんで、これはやった方がいいです。で、ここ結構早いんで、しっかりオルタネイトで弾く練習して、ちゃんと上下上下上下交互に弾いて、で、ここもチョーキングです。ここね、1弦のここをめちゃくちゃ上げないとダメなんで、まあ、さっきも言いましたけど、ちょっとこれ、ほんと指の皮めくれて、多分最初血出ると思うんで、ずっとやってればガッチガチに固まるんで、皮膚がめげずに上げましょう。ここね、普通に加工する感じで、で次がここですね。人差し指で1弦と2弦の、14フレットを押さえながら、薬指で3弦の16フレットをチョーキング。ひたすらもう指酷使するんですけど、ここも結構指痛いです。まあ、ここですかね、一番最難関。この次のトゥル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 、ここは、まあ、ゆっくりやると、4回弾いて2回トゥルトゥルですね。で、結構ね、勢いで、多分本人も勢いで弾いてるんで、ここ、はい、もうここはね、結構スピードも速いんで、216なんで、ひたすら多分右手の練習ですね、左よりかは。まあ、テンポキープできて、しっかりした、音が出せるなら、まあ、なんでもいいと思います。はい、で、その次が、もう一回、チョーキングですね。で、ここから普通に最初の感じに戻ります。まあ、ここもまあチョーキングですね。まあ、ひたすらチョーキングなんで、中指の薬指のここが耐えれるかどうかっていう、ここはしっかり上げて終わりじゃなくて、戻すっていう感じですね。はいはい、こんな感じなんですけど、分かりましたか？結局タブ札したら一番早いっていう話なんですけど、あんまりそこはやっぱりね、解説者としてそれはしたくないんでね、あんまり。まあでも、多分タブ札打つと思います。はい、じゃあ、まあそんな感じで、また有名どころのギターソロをやっていこうと思うんで、いろいろ、ラッドとか、あと、ワンオクとか。はい、では、2018年も引き続きよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録、あと下の概要欄に Twitter のリンクとかも貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。